神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします神奈川県内に発出されている新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が今月末で解除されることを受け県は28日対策本部会議を開き10月1日以降の措置について 県のマスク飲食認証制度の認証店に限り酒類提供を解禁することを決めました黒岩知事は一気に緩めれば感染がリバウンドするこれまでの要請を段階的に緩和していくと語りました菅義偉首相は28日衆参両院の議会運営委員会に出席しました 緊急事態宣言やまん延防止重点措置の全面解除を説明し質問を受けました任期中の国会での論戦はこれが最後と見られます野党からコロナ感染者や死者の9割は菅政権下で出たと批判を浴びましたが歯を食いしばって頑張ってきたと反論しました、うん 横浜 d n a の牧修吾内野手が28日のヤクルト戦で2回にヒットを放ち1959年に桑田武氏が記録した球団新人最多の117安打に並びました球団を通じて記録に並ぶことができ嬉しく思いますまだまだシーズンは続いていますので1本ずつ積み重ねていきたいですとコメントしました